はい、どうもアニマルパテモスでございます。というわけで今回は新しいお魚がうちにやってまいりました。こちらのお魚でございます。はい、わかりますか、これアロワナちゃんです。アロワナちゃんがアニマルパテモスの家にやってまいりました。はい、こちらはですね、シルバー、アルビノシルバーアロワナのショートボディだそうです。はい。お値段は結構高かったですね。うん万円。はい。私のお小遣いでは買えません。はい。というわけでね、まあね、これ、私んちであるんですけど、私の、お魚ちゃんではございません。友人のお魚を、まあ、多分一月ほど、うちで預かるというか、その友人の家には水槽ないんですけど、まあ、要約すると、友人、うちの水槽を見て、うちの友達が、大きい魚飼いたいと。で、俺が飼ってる魚じゃないのは、ないアロワナが飼いたいとなった時に、うちがいるのは、アジアアロワナとブラックアロワナだと。で、長いやつが欲しいと。で、ブラックアロワナかシルバーアロワナしかないぞって言ったら、シルバーアロワナを買うと。いや、もうシルバーアロワナとかやったら、その180センチとか150センチ以上の水槽買わなあかんぞって言ってたら、短いやつやったらそんなでかくならないらしいと言って、これが、はいはい、うちに送ってきたんですけどうちに送ってきたんですよ、魚がそいつんち送ってたって水槽ないからね。で、なんでそいつ水槽買ってないかというと、奥さんに猛反対されていると。子供はすげえテンション上がってんやけど、お母さん、奥さんがすげえ反対してるから、とりあえず説得するから、これがね、良かったらしいんですよ。このショートボディってやつが、ショートボディやったら120か150で買えるだろうと、まあ、150を一応予定してるらしいんですよ。うちよりでかいのがいいらしいから、まあ、だけど、まあ、奥さんも、まあ、普通そうですよね買ったことないもうね、旦那も買ったことないのに、いきなり大型水槽出して買うっつって150センチの水槽を置くと。で、一番のネックは10年も生きるっていうところらしいです10年以上生きるからね、もうそんなもん世話できひん、週1回水替えてということで、それ猛反対されてるんですけども、とりあえず説得して水槽を立ち上げるまでは置いといてくれということで、うちに今日やってきて、うちの水槽に入れております。まあ、うちとしても楽しみなんでね、はい。まあ、その友達が説得できなかったらうちの子になるかもしれませんけども。まあ、どうなるんでしょうね。まあ、普通の家庭ではね、奥さんが反対するのは当たり前の話なんで、まあ、無茶したなと。まあ、これ以外の魚も来てますよ、実は。これ以外にまだ3匹ぐらい来てるんですよ。ここに入れてないだけでね。違う別の水槽、まあ、人のなんで、一緒の、うちの水槽に入れてなかったら困るんで、これ個別で今入れてるんですけど、いや、ほんと、見切り発車したうちの友達。ただ、タナボタが私にあるかもしれないので、いいよということで、うちに送らせました。というわけで、今日のアニマルパテモスの、動画は、友人のアロワナ、高級シルバーアロワナがうちにやってきたという動画でございました。1ヶ月後どうなってるんでしょうか。というわけで、私はこのアロワナを観察していきたいと思います。というわけで、アニマルパテモスでございました。アニモー